モーシェ・フェイングリン、モーシェ・ザルマン・フェイングリンは、イスラエル出身のイスラエルの政治家、ゼフュート党首、クネセト議員を一気務めた。ただし、フェイングリンは、政治活動を開始してから2013年の、選挙までは、クネセト議員ではなく、公的には、政治家よりもイスラエル国内では著名な活動家に、過ぎない存在であった。また、ユダヤ教のラビであり、社会運動家、 右派政党、リクードの元党員である、オルエツヨンイエシーバー卒業。フェイグリンは、公益の助けにならないという理由で、イギリスへの入国を禁止されている。趣味はサイクリング。日本のメディアでは、もしフェイグリンとも表記される、リクード党大会で演説する、フェイグリン、イスラエル右派のカリスマ的存在で、アラブパレスチナ間の、いかなる政治的妥協にも断固反対する立場を取る。 クネセトからのアラブ人議員追放、ヒュダヤ人のイスラエル国外退去の奨励、ガザ地区再選領、国際連合からの脱退などを主張する。1993年に締結されたオスロ合意への反対活動で逮捕、有罪判決を受けた経験がある。2003年、2006年の総選挙でリクードからの出馬を試みたが、過去の逮捕歴を理由に実現しなかった。 フェイグリンの名が一躍とどろくきっかけになったのは2005年のアリエル・シャロン首相らの集団離島に伴うリクードの党首選以降である。その際フェイングリンはベンヤミン・ネタニヤフ、シルバン・シャロームに次ぐ3番手につけ有効票の12.5%を獲得し周囲を驚かせる。選挙戦では撤退計画は許されない。領土的情報は 神のご意志に背く話でもってなほかと終始強気の言説を展開した。リクード内ではガザからの撤退に反対する反発が相当なものであったことと、当然においては世俗主義であるが入植者など宗教的支持層が支持者に多く本音と建前との乖離があったことが検討の理由に挙げられる。2007年8月14日に行われる同党の 党首選にも出馬しており、20%前後の得票が予想されていたが、最終的に23%を得票した。また、2009年に行われた総選挙の公認候補に、同等比例36位で出馬。党首のネタニヤフは、公認に消極的であったが、比例順位は、党首ではなく党員投票で決定されるため覆すことはできなかった。しかし、 リクードの獲得議席は27にとどまり、フェーグリーンがクネセト議員に当選することはできなかった。フェーグリーンに反対する人々の一部は、フェーグリーンを現代のメール、カハネと批判しているが、フェーグリーンは自身はカハネ主義者ではなく、カハネの考えと自分の考えの多くは一致しないと、ことあるごとに説明している。逆に言えば、カハネ主義者からは、 フェーグリンは批判の対象となっている。ただ、フェーグリンは、過去に、カハネ主義者の活動家であるシュムエル・サッケットと共同で、オスロ合意への抗議運動団体である、ゾ・アルツイヌを立ち上げている。2012年1月31日に行われる、リクード投資戦に正式に出馬するも、落選。2013年1月22日に行われる、予定のクネセト総選挙に、リクードから、 比例順位15位で出馬が内定している。この選挙でリクードはイスラエル我が家と統一会派を組んでおり、仮に双方を合わせて22議席以上を獲得すれば、フェイグリンはクネセト議員となる。そして、フェイグリンは総選挙で当選を果たし、クネセト議員となった。口述のように、クネセト内でリクードの議員として活動したが、2015年3月の総選挙直前に、 リクードからの離党と、新党設立を表明。しかし、選挙には間に合わなかった。その後、新党、ゼフート決闘を表明。党首となる、クネセトの議長代理となった、フェーエグリンは、イスラエル政府に批判的な、アラブ系議員に、たびたび議場からの退出を命じるなど、排外主義で政治に臨んでいる。しかし、相手に有無を言わせず、議場からつまみ出す強硬さから、アラブ系政党や、 共産党からは、ファシストと、非難されている。メレツや労働党などのユダヤ系中道左派政党も、フェイングリンの強硬姿勢には、批判的であり、フェイングリンの行為で議場が荒れることも多い。2014年5月5日、中国当局による、法輪功学習者の臓器狩り疑惑について、神が全てを見ており、世界の正義の力を集めて邪悪に対抗してほしいと、述べ、中国を批判した。 7月15日、ガザ侵攻に際して、ガザは、我々の領土と、改めて主張した。そして解決案として、ハマースの無条件降伏、ガザの再征服とハマースなど、武装テロリストの追放、そして、ユダヤ人による入植を進め、反イスラエル運動に関与していない、非ユダヤ人住民については、永住権を認めればよいと述べた。さらに8月1日、Facebook で、 ガザ全土の征服、全武装勢力と、その支持者の排除、電気と水の供給の切断、最大火力で軍民問わず、軍事、物流、通信の徹底破壊、ヒユダヤ人住民が居住を望むなら、武装勢力と無関係を証明し、イスラエルへの忠誠を署名した者ののみ、東エルサレムのアラビア人同様に、ID カードを交付するなどを実行するよう、ネタニヤフ首相に呼びかけた。 フェーグリンが主張するパレスチナとの和平案とは、パレスチナ人に1世帯あたり25万ドル相当の立ちの企業を支払い、他のアラブ諸国や海外の国に出て行ってもらい、パレスチナ人の土地を買い取るというものである。イスラエル国内のマイノリティであるアラブ系イスラエル人についても、フェーグリンは同様にイスラエルから出て行くよう主張している。ありがとうございます。